オッケー、それでは行きましょう。発射鉄は4本先行ピノ高校リョータレディーファイ。いやいや、あんたの言ってた残り 1% は俺がお前の代わりに頭を振ってやるから大丈夫さ。決勝で負けんの飽きたんだよ。一回転んで一回で俺は分かった。いや、その心意気から始める。何度転ぶやつなんて人間じゃないぜ。俺は同じことを絶対に繰り返さない。お前の首を持って俺の家棚に飾らせろ。あと一瞬のところで届かないことが何度もあった。バトルの開幕戦もそうさ、前のバトルもそうさ。いつだってそう、一番にならない限り名前は乗らない。エレベストの次に高い山を俺は知らない。そういうことみんなは知ってくれてる。4万円って聞いてぶっちゃけ急にやる気が出たわ。その賞金もあげない誰にも。でもちゃんとお前らが俺がここにいたことを記していく。いや、でも間違いないよな。4万って聞いたら絶対にやる気俺も起きるんだよ。金よりも賞金、賞金よりもライブっていうやつは絶対に嘘。俺は金が欲しいからな。いや、エベレストお前は1個目だろ。俺はもう乗り越えて2回目。これは往復作業、それを行っているところだぜ。俺もエベレスト、テンペスト、俺はマンハッタン、心はずっと。シェア、俺ん家にはテレビがないから、お前がどんだけ有名なのかぶっちゃけ知らない。2週目周回目か。ごめんな、裏切るようで悪いんだけど、俺ライブはライブでそれもまた楽しみなんだわ。全部もらうよ、金、地位、名声、欲しいもんは全部もらう。別に何が欲しいわけじゃない。本当はお母さんがちょっとだけ安心してくれればそれでいいんだよね。よ、俺もな、母ちゃんが俺がラップやってることめちゃくちゃ心配してる。マリファナとかいろんな危ないものやってんじゃないの。だけどお母さん見てよ、俺のバトル見たら友達になろうぜとか言ってるぐらいだぜ。え、よ、そういうピースな男だから大丈夫。俺はこうやってまたステージに立って光を浴びてころからこそ俺の強さってものがまた光り出すんだよな。血縁の母ちゃんは心配してくれてるよ。血縁の父ちゃんはもう口も聞いてもくれない、会ってもくれない。面会時間の中一言だけ言われたんだ。好きなことをやれ、ダメだ、もともとだ、お前はぶつかってみろ。当たって砕けるタイプ、ベンチウォーマーからの成り上がり、代打で打つ4番打者のホームラン。違うか、勝負ってやつはさっきも言った一瞬、中年 X の方がぶっちゃけ熱かったぜ。いや、俺の熱さはお前じゃ分かんない。ただお前がホームランだと思ってるのは犠牲フライだよ。へいよ、たかがそれでお前はホームランだと思って楽して一塁を走ってるようじゃサードランナーは帰ってこれねえな。残念だ、俺もこうやって決勝に上がっている舞台、全て亮太君とのバトルはストーリー通り、左肩下がりのストイックボーイ。ストリックボーイか、俺もストリップのボーイから成り上がってやってきたよ。本当の話だよ、ぶっちゃけ。ちょっと待ってくれ、お前野球のルール知ってるか。犠牲フライって1点入るじゃねえか、悠々歩けるじゃん。大丈夫、ごめんね。つうかこういう若い子ばっかり勝っちゃって本当ごめんね。でも大丈夫、今日当たった全員の MC を覚えてる。お前らが売れたらお前らのCD メルカリで売る。終了。それでは判定の方行きたいと思います。今日一の手の声を上げてください。準備よろしいですか。では行きます。先行ピノ、高校リョータ、全国クロスオーバー予選優勝リョータ。ピノにも大きな拍手をお願いします。